見、人間と魔族の確執、禁忌の箱をめぐる争い、人々の心に残る暗い影、それらは全て神馬国の4000年にわたる歴史の中で生まれてきたものでした。今日から魔王を知ること、それは神馬国の歴史を知ることに他なりません。そこで今日は神馬国歴史的重大事件をクイズ形式で探っていきます。こんにちは。今日からの大研究司会の遠藤健子です。そして私と一緒に大研究をしてくださるのはこちらのお二人、ハリケーンズ前田です。お願いします。はい、ハリケーンズ前田です。よろしくお願いします。これまで番組では主にキャラクターの魅力について大研究だったんですが、はい、ちょっと神馬国の歴史についてご存知ですよね。もう僕はね、もうグエンダル以上にしてますからね。僕はね、お前さんと同じようにですね、はい、この方々ももう非常に詳しい、はいはい、ゲストをご紹介します。おやらしい。クイズ形式で、神馬国の歴史について探っていこうと思うんですが、皆さんクイズは自信のほどは大丈夫です。あ、分かってください。でもですね、クイズというからにはやっぱりこうね、当たってなんとかもう嫌じゃないですか。そうですね。商品があるんです。はい、お願いします。はい。じゃあ私代表していただきます。いや、まだ誰も食べてない。そうですよ。どうですか？おいしい。おいしい。よかった。今日はこれをかけて頑張ってください。おいしいですから。まずはこちらの説からどうぞ。神魔国の歴史、それは人間と魔族の争いの歴史でした。時を遡ること4000年。創始と呼ばれる恐ろしい力を持った存在が世界を滅亡させんと猛威を振るっていました。その時、力ある人々が立ち上がるのです。彼らこそ後に魔族と呼ばれる存在。彼らは創始を打ち滅ぼし、その力を4つの箱に封じ込めます。平和が訪れた世界。しかし人々は今度は魔族の持つ力を恐れるようになるのです。各地で迫害された魔族は神魔国を作ります。今から20年前、人間と魔族の確執は激化。ついに大きな戦争へと発展してしまうのです。そしてその矢面に立たされたのがコンラッド。彼はある境遇から汚名を着せられていました。この国に逃げ込んだ人間たちの中に密偵として情報を流す者がいるのです。あんた、それはまことか。そしてその人間たちをかばっている裏切り者たちもいるのです。それは人間と魔族の間に生まれた者たち。彼らの忠誠心は信用できません。人間と魔族の間に生まれた子供、その一人であるコンラッドは自らに着せられた汚名を晴らすべく、同じ境遇の人々と戦争の最前線へと赴くのでした。いいのか。俺はどこまでも隊長についていきますよ。ここにいる奴らはみんなそう思ってるさ。分かった、もう言うまい。辛くも勝利を収めたコンラッド。しかし彼が神魔国に戻ると、さらなる悲劇が待っていたのです。それはフォン・ウィンコット卿スザナ・ジュリアの死。これで大丈夫。すぐに良くなるから。コンラッドと共に平和な世界を夢見ていたジュリアは、戦地で傷ついた人々を救うため魔力を使い果たし、その命を落としてしまうのです。ジュリア！人々の心に悲しみの種を残し、戦争は終結。ここで問題。その後、コンラッドはジュリアの魂を地球へ運ぶことを命じられます。俺は逃げるかもしれません。あなたの期待を裏切って、これを抱えて遠くへ。あるいは、瓶を岩に叩きつけ、この魂を取り出して望みの者に与えることもできる。そして、その子供を思う通り育て上げ、魔王としての絶大な力を操って、この国を覆すことも不可能じゃない。そして、彼女の魂を抱きしめて。ズバリ心を見透かされたコンラッド。果たしてウルリー家は何と言ったのでしょうか。ちょっとペケペケが長かったんですけれどもね、まずは新魔国の誕生にまつわる宗主との戦いと20年前の戦争の話だったんですけれども、これは絶対わかりますもんね。でも森田がずっと上にクエスチョンマークわかりますよね。大丈夫ですよね。大丈夫ですよ。はい、手を握ってください。はい、お書きください。どうぞ。はい、お願いします。ちなみにですね、この問題、会場の中で答えが分かる方はいらっしゃいますか？会場で答えが分かるという方、あれ、いらっしゃった。そして、あちらにも2人。これ予想ではね、思ってみんなが手を挙げると思ったんです。ちょっと考えていただいて。皆さん考えてましたでしょうか？皆さんはもう終わりました。もちろん。早い、さすが。簡単でしたかね。もう。サービス問題。じゃあ正解の方を見てみましょうか。はい。じゃあ一斉にお願いします。はい。桜井さん。そして彼女の魂を抱きしめてオラオラすることができる。いやもうなんかオラオラすることができる。粘れるっていうことですかね、もう本当に。そして実際に言われました森川さん。うわおかな生活をするんでしょ。ほとんど空気ちゃいます。すごいね。僕はもうそういう演技プランで。やられた。やったんですか。はい。どう受け止めるかはもう皆さん次第ですよね。そしてムラムラしちゃう。オラオラとかうがうがとかムラケンだけにね。もう嫌な感じですね。本当にもうムラケンだけに。ムラケンだけに。でもこの時まだムラケン出てきてませんよ。ゴスロリで竹下通りも歩けると。抱きしめながらね。それでは正解があるんでしょうかね。会場の皆様に聞いてみましょうか。はい、会場の皆さんの答えをお願いします。じゃあこちらの方から。はい、よいしょ。お名前の方よろしくお願いします。戸塚久美です。久美さんです。はい、久美さんの答えはこちらです。どうぞ。はい、自らの命を絶つことができる。自らの命を絶つことができる。はい、わかりました。じゃあもう一人いきましょう。3人。はい、こちらの。はい、さあそれでは答えの方どんと上げてください。どうぞ。自ら命を絶つことができる。先ほどと答えが一緒ですね。はい、ほぼ一緒ですね。はい、わかりました。さあ正解はいるのでしょうか。はい、正解の VTR を見てみましょう。それでは正解です。岩に叩きつけ、この魂を取り出して望みの者に与えることもできる。そしてその子供を思う通り育て上げ、魔王としての絶大な力を操って、この国を覆すことも不可能じゃない。そして彼女の魂を抱きしめて自ら命を絶つこともできる。ということで正解は、彼女の魂を抱きしめて自ら命を絶つこともできるでした。正解者が会場に。心強いですね。会場の皆さんは正解者がいてよかったです。どうしますか？いや、これはもう全員ダメですね。残念でございました。さあ、20年前の戦争の話だったんですけれども、ジュリアをめぐる関係なんですけれども、婚約者がアーダルベルト、そしてコンラッドなんですけれども、ジュリアの一体何だったのかという、堀川さん的にはどういう解釈をなさってますか？いや、いい人、親友ってことですよね。そういう感じにしときましょうか。はい、わかりました。の間ではどうなんですか？相関図っていうんですか、現場での仲良しです。メールとかはメールはい、メールしますよ。メールはします。俺も2回ぐらいしたことありますね。もうこんな長いことやっててですか？2回ぐらいしたことあります。2回すれば十分です。もうそんなに必要がないっていう、もう心と心で通じ合ってると、心のケーブルがつながってるんです。心のケーブル、綺麗な言葉が出たところで、心のファイバーがね。そうです。はい、続いてはですね、人物の歴史を見てみましょう。この人たちです。ここで現在の新魔国を支える魔族3兄弟の子供の頃の姿を見てみましょう。まずは長男グエンダル。そうだ、お前も稽古をつけてやるぞ。稽古をつけてやる。だとこの頃からプライドが高く、負けん気が強かったんですね。俺を殺してみるか。ちなみにイライラする気持ちを抑えるために編み物を始めたのもこの頃。そこ一目多い。続いて次男コンラッド。人間である父親と旅を続ける日々、クールで優しげな眼差しは今と変わらぬ魅力です。ちっちゃい兄上、早く帰ってこないかな。そして、三男ボルフラム。この頃は、わがままもあまり出ていないようです。そして、ちなみに小さい頃のユーリはというと、なんだい？なんとも可愛らしいではありませんか。本当だ。ここで問題。行ってみようか。誰にも若い頃があったように、こちら、モルギフにも若い頃があったのです。今とは似ても似つかない絶世の美男子だったらしいのですが、その顔とは一体どんな顔だったのでしょうか。はい、続いての問題はですね、モルギフの若い頃の姿をですね、今度はイラストでお願いします。イラストで、はい、書き問題ですよ。でも皆さんももちろんのことですが、若い時代がありますよ。桜井ちゃん、どんなお子さんだったんですか？僕はあんまり記憶ないんですけど、なんか裸足で外を走り回ってて、近所のおばさんとかに「靴買ってもらえないの？」って言われて、ああなるほど、それをお袋に言ったら「失礼ね」とかって、そういう感じで。裸足が気持ちよかったんですか？なんか元気いっぱいみたいな。やんちゃですね。今から想像もできないぐらい。なんか今はどういった？今もう本当にもうね。さあ、皆さん書けましたでしょうか？書けましたか？はい、では、はいはい、行きましょう。お見せください、どうぞ。桜井さん、はい、そうですね、ここからちょっと離れて、リラックスしてるで、昔カウンターテナーみたいな美しい声だったっていうのが、こんな感じ、割とこういうなんか、なんていうんですか、人懐っこい顔をしてる。森川さん、はい、えらいことになっておりますよ。なるほどなるほど。やっぱこう若い頃、まだね、ふさふさな頃ですよ。そして宮田さん、はい、美男子っていうからちょっと村犬を意識して、もう駅からもう村犬自分ばっかりですよ。どんだけ自分のやつが好きなのか、アピールしたら方がいいですもん。正解がいるんでしょうか。じゃあ正解の VTR を見てみましょう。ほえー、これは2枚目ね、男前でしょ。結構似てますよね、俺。あ、このトゲトゲ感、前向きですよね。ほんまに。はい、正解者が一人もいらっしゃらなかったということで、残念でございました。そしてですね、モルギフもそうなんですけれども、魔王は変わったこう小道具とか動物とかいっぱい出てくるじゃないですか。多いですよね、本当に。好きなサブキャラとかはいらっしゃいますか、桜井さん。ゴアラとか。あ、これゴアラですね。かわいいですよね。これがもうこんなのもっと可愛くなっちゃう。この時よく聞くと「までゴアラ」って言ってるんですよね。追っかけてるシーンの顔なんですけどね。僕はやっぱあれですね、縁起悪い鳥。縁起悪い。あれ、もしかして、もう僕が、あ、そうなんですか。てかもうこれが翻訳ですからこれオーディションで僕初めにこんなどもやってくれって言われて、おまけみたいなもんなんで最初はこっちだったんです。そして皆さんはコッヒーとかいいですね。やっぱ優しいじゃないですか、助けてくれたり。なんか一人欲しいなとかって家にこれからもどんどん出てくるんですよね。はい、それでは最後の問題です。 VTR どうぞ。過去に巫女でない親王の命を受け、時代の魔王となるジュリアの魂を地球に運ぶこととなったコンラッド。彼女が望んだのは、スザナ・ジュリアの魂をあなたに預けること。しかしなぜジュリアが自分に魂を託したのか。心定まらぬまま、彼は有利の父親となる男と出会うのです。腹でも下してんの？どうしてそんな不機嫌そうな顔してるんだ？世の中には面白いことがいくらでもあるっちゅうのに。そちらには関係ないことだろう。いいか、約束しろ。俺の嫁さんや子供の前で一度でもそんな素振りを見せたら、どんなに頼まれてもうちの子はそっちの世界には行かせない。分かったか？家族を心の底から愛する彼と話すうちに、コンラッドは次第に次の魔王への期待を膨らませていくのです。自分の道をまっすぐ歩けるように、何者にも負けない強い輝きを持ったもの、全てのものの太陽となりますように。お、いいねそれ。やがて成長したユーリが新魔国へとやってきます。コンラッドの、そしてさまざまな人々の希望を乗せて。ここで問題。それはジュリアの魂を受け継いだユーリは、着せずして昔ジュリアが語ったある同じセリフを言います。そりゃ今はダメかもしれない。人間も魔族もお互いのこと全然知らないし、知ろうとしないしさ。でもいつかきっと時代が来る。いつかきっと。ユーリは一体どんな時代がきっと来ると言ったのでしょうか。はい、はい、これはいいシーンです。ユーリとジュリアが言った同じセリフですね。でもいつかきっと〇〇〇〇時代が来る。皆さんも当てに行きましょう。もう当てに行かなあきませんよね。そうですよ。最後の問題ですね。ジュリアともうユーリが同じセリフを言ったんです。はい、願いです。もう違う意味で私は願いです。お願いって感じですね。あ、もう皆様かけました。はい、期待してますよ。正解しちゃいました。はい、それでは皆さん一斉にどうぞ。じゃん。でもいつかきっと争いのない時代が来る。まあ、なるほど。こういう感じですね。深く言えばもっと言いたいこといっぱいあるんですけど。いいですよ。はい、そして、森川さん、でもいつかきっと平和な時代が来る。はい、はい、なんか番組らしくなってます。はい、なんか平和な雰囲気になって。僕らが平和な時代になりました。ありがとうございます。はい、そして宮田さん、でもいつかきっとハイテクな。これまたカットやんけ。それでは正解です。そりゃ今はダメかもしれない。人間も魔族もお互いのこと全然知らないし、知ろうとしないしさ。でもいつかきっと魔族も人間もみんなが幸せになれる時代が来る。いつかきっと。ということで、魔族も人間もみんなが幸せになれる時代でした。これはもうね、櫻井さんと森川さん、お二人とも正解です。ありがとうございます。さすがですね。よかった。これね、せっかくですから櫻井さんもこの場で言いましょうか。僕ら立ってセンターで言うべきセリフですからね。これはいろいろな思いを込めまして。さあ、次は櫻井さん、よろしくお願いいたします。はい。でもいつかきっと魔族も人間もみんなが幸せになれる時代が来る。おめでとうございます。いただきます。いただいてみてください。いただきます。はい。どうですか？おいしい。おいしい。ではですね、最後に特別企画としましてですね、こんな企画をご用意しました。この番組だけの魔王外伝ストーリーをお届けしたいと思います。起きてください、陛下。だからもう食べられないって。まんじゅう怖い。あ、まんじゅう怖い。熱いお茶もう一杯。夢か。渋谷、一体どんな夢見てたんだよ。それがさ、第38回新魔国大食いコンテスト、君こそ未来のホームランバッターだの優勝賞品がなぜかキンキの箱ってことになってて、頑張って食ってたんだけど、口の中気持ち悪い。しかし4つ目の箱、鏡の水底はどこにあるんですかね。それさえ見つかれば俺もあんな夢見なくて済むんだけどな。まあ気長に行こうよ。石の上にも3年、家宝は寝て待て、人間バンジー採用が馬って言うだろ。村田さ、お前本当に何歳？最近新馬国内でもおかしな事件がいくつも起こっていますし、悠長に構えている暇もなさそうですよ。あっ、もしかしたら。え、村田、何か心当たりでもあるのか？近畿の箱だけに意外と大阪にあったりして。ああ、近畿地方とかけてるわけね。はいはい、なるほど。その線がありましたか。さすがはゲイク。あんたも素直に納得すんな。いずれにしても箱だけに四角にあるのは間違いなさそうですね。はいや、ですから四角い箱だけに四角にある。ああ、繰り返さなくていいから。しかもわざわざ解説してくんなくていいから。ああ、夏なのに寒い。素晴らしいよ上田家。うまい。座布団もう1枚。村田、お前は黙ってろ。いや、芸家にお褒めいただくなんて照れるな。いや、そこも照れない、照れないでいいから。っていうか2人ともどうしてそんなに感性が親父なんだよ。本当は真面目なんです。真面目に作品に取り組んでますから、安心してください。まあ今日はまあそういう意味ではね、普段収録中あまり遊べないコンラッドだったんで、思いっきり遊んでみましたけどね、非常にいい思い出になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こうやって皆さん集まってくれて、こういう番組ができるっていうのはやっぱり魔王をこういつでもこう支持してくれる皆さんのおかげだと思っております。これからも応援してください。よろしくお願いします。はい、これからお話の方もどんどんハラハラするような展開になっていくので、はい、ぜひぜひ楽しみにして、見ていただけると嬉しいなと思います。はい、今日はありがとうございました。それでは魔王大研究、今日はこれまでです。またですね、研究材料がたまった時にお話しするかと思います。それまでお楽しみにということで、はい、では